モホをかけたパパスアルガダスモホはカナリア諸島原産のソースの一種である。様々な種類があり、赤色のものが最も一般的であるが、緑色やオレンジ色、その他の色のものもある。基本的なレシピでは、オリーブオイル、大量のニンニク、パプリカ、クミンを混ぜ、レモン、オレンジ、ライム等の果汁を加えて味付けする。カナリア諸島名物のベークドポテトの一種。 パパスアルガダス等にかけられるほか、食事の最初に食べられるパンにつけることもある。カナリア諸島からの移民によって持ち込まれた、同じモホという名前を持つ、よく似たソースが、キューバ等のカリブ地域やアメリカ合衆国のディープサウス地域でもバーベキュー用ソースとして、用いられている。トマト、胡椒、アボカド等、様々な味付けがなされている。キューバ料理では、ニンニク、オリーブオイル、 オレンジジュースから作るソースをモホと言い、キャッサバの茎で味付けし、ローストポークのマリネ等に用いられる。モジョコノリオプエルトリコでは、刻んだコリアンダーやパセリ等のハーブと、塩、大量の潰したニンニクとオリーブオイルから作るソースを、刺す。黒胡椒、玉ねぎ、酢、レモンが加えられることもある。トストーネやキャッサバ、モホンごとにつけて食べられる。ありがとうございます。